新年明けましておめでとうございます。吹き上げモンブランです。2019年も、スタートしましたけれどもね、皆様おとそ気分じゃないでしょうか。まあね、この映像をいつ見るかにはよりますけれども、まあ、2018年もいろんなねことがありました。吹き上げモンブランもいくつかのステージ登場させていただきましたけれどもね、新曲は一向に、昨年は作っていただけなかった年でございますけれども、今年こそはまたねモンブランの新曲もぜひ作っていただきたいなと佐久間先生にこう願うわけでございます。まあ、佐久間先生はと言いますと2018年とてもいい年だったと申しておりました。そしてこの2019年、なんと佐久間先生はですね年男です。ねえ、年男バレバーシューテーって、それは年ちゃんでございますね。年男でございますからね。レスレー、あ、それは年さんですね。年男ですよ。イノシシ年ですからね佐久間先生はね。まあそんな佐久間先生、今年は、さらに演技がいいと申しておりました。ですが私ね、オープニング飾らせていただきました吹き上げモンブランでございますけど、私が何かするわけじゃございません。正月ということでこの格好で出ると縁起がいいってことで佐久間先生に勧められまして出てるだけでございます。私のしゃべり結構カロリー使いますんで、カロリーですね使いますんで、ここで出てられるのが約2分間と限られておりますので、この先はちょっと佐久間先生にお任せして、今回の佐久間 TV 楽しんでいただこうと思います。また私最後エンディングに登場させていただきたいと思います。それでは佐久間先生よろしくお願いします。はい、明けましておめでとうございます。年男の佐久間秀樹です。モンブランさんのね、オープニングで始めましたけれどもね、まあ2019年もね本当に頑張っていきます。2018年はライブが216本だったかな、やらせていただきましたけれどもね、まあ今年もたくさんライブ、やって一本一本大事に、そして出会いね、そして再会を大事にしながら一つ一つのライブ、そして今年は、まあ、目標としてですね、ちょっと大きな目標を掲げました。大ヒットです。大ヒットを出そうという、これはやはりね佐久間秀樹バラード、やっぱずっと中心でやってきてます。格としてはバラードをね、まあ、いろいろありますよね、人生たまたまとか、映画で今年は使われます飛んで埼玉、ぜひね見てくださいね、途中で使われますけれども、そういうのもあったりしますが、まあその中でもやっぱバラードをねしっかりとしたバラード新曲として作って、それをシングルで大ヒットさせたいという今年のね、ちょっと狙いがあります、野望があります、ね、これは自分で一人じゃ叶わない、見てるあなたと一緒に叶えたい夢です。ぜひね今年はねよろしくお願いいたします。まあそんな佐久間秀樹のしし年でございます。ではねやはり今日歌もねお届けしたいと思いますので、何がいいかな、ではあ、そうだ、去年は、まあ、今年もまだまだ続いてますが、やっぱボヘミアン・ラプソディがね大ヒットしてます。クイーンはね僕洋楽の中では一番好きだし、外国の音楽ではね、ですのでちょっとボヘミアン・ラプソディ歌ったことないんで、公の場でねちょっと歌ってみようかと思います。全部やりません、大丈夫です。全部やると、10分ぐらいかかっちゃいますからね、前半ね。ママ Just kidding man We're gonna guess he said Put my trigger now he said ママ Life just beganThe girl goes rolling on a bed Mama Is it me to make you cry? This bad to last today This is tomorrow Can you roll Just smiling every moment さあ、それではねもう一曲じゃあ佐久間秀樹の歌をお届けしたいと思いますけど、やはり僕はマイナーコード、メジャーコードってね、ドミソー
I love you とか、不器用は生まれつきてとかね、あのこういうのは メジャーコードですけど、やっぱマイナーコードこう、これじゃなくてこっち、黄昏の駅前でぐさんにとかですね、あとは会いたくてただ会いたくてとかって、こうマイナーコードをやっぱやっていきたいなってちょっとね今年は思ってるんです。だからねちょっとマイナーコードの、やっぱ代表曲2006年のデビュー曲、ただ見つめてただけの初恋いきたいと思います。ちょっとピック使いますからね、これピックね、あこれピンク色のピックね。これはあの3あれですね、クリスマスイベントでこう特典でつけたね、サンタさんのピック、キラキラーね。黄昏の駅前で偶然に初恋の君の姿見かけた、長く伸びた髪が今何も変わらない、遠い思い出が蘇る、クリスが下敷きで仰いで揺れる前髪と香る風、あの日君を好きだと気づいた、校舎の裏帰る君もまた夏のセミ、偶然をよそって歩き出す、の初恋でございました。さあ今年はね、ほんとね、いろんな新曲出していきたいなと思います。もちろん、以前出してる曲もたくさんね大切に歌いながら、いいライブをねお届けしていきたいと思いますので、2019年もぜひ佐久間秀樹よろしくお願いいたします。それでは、モンブランに戻したいと思います。モンブランなぜか同じ場所にいるんだよな。はい、ということでいかがだったでしょうか、佐久間 TV、2019年初の吹き上げモンブランでございました。またね、来年じゃ今年、言っちゃった。難しいですね。収録がなんせ年末だと。そんなことないですよ、正月です。お正月でございますからね。良い年に皆さんのね、一年がなりますように私も願っております。それでは健康に気をつけて、ご病気されている方早く良くなりますようにね、そして、金運、健康、恋愛運ね、何かと皆様に、ご多幸、訪れますことを願いつつ、一本締め閉まっちゃうじゃねえだね。今年始まったばかりですからね、閉めないでいきましょうね、では皆様に良い年でありますように、2019年吹き上げモンブランから始めさせていただきました、佐久間 TV でございました。またでは次回は私出ないと思いますけどね、ではモンブランでした。バイバーイ。桜吹雪を
体に浴びて心に濁はないと険しい道を選ぶ。はいらひらゆらゆらお正月、お正月にはお正餅食べて、おせち食べて、